3分でわかればいいな的な第一装甲師団解説始まるよ。みんな大好き第一装甲師団は1935年10月15日に、みんな大嫌いワイマールにて第3騎兵師団の一部より第9軍管区にて設立された。1939年にポルシカを起こすために師団はオボーレに移動し、北東に向け進撃した。結果ポルシカは無事死亡。師団は9月1日から9月18日までの間を通して653人の死傷者を出した。続けて1940年3月初めに師団はアイフェルに移動。5月10日にルクセンブルク国境を越えベルギーへ進行。5月16日夕方までに師団はフランス軍陣地を突破しアミアンを占領。5月24日に師団はグラリーヌの南まで進撃しそこで数日間停止。6月に入ると師団は南進し途中で北東に進みつつ6月18日にベルフォート要塞を占領。その後何やかにあってフランスも無事死亡。師団は西方戦役を通し1795人の死傷者を出した。1940年9月5日に師団はドイツゆかりの地東プロイセンに移動。10月20日に同師団所属の第2戦車連隊は第16装甲師団に引き抜かれ、これを補うために第113歩兵連隊が組み込まれた。戦車連隊を引き抜かれて歩兵連隊ぶち込まれてもな。師団は腐った納屋をぶち壊すために東プロイセンのケルシットに移動。北方軍集団霊下の第4装甲軍に所属し、共産主義者に取られたポルシカとリトアニアをぶっ転がしながら北進し、8月20日にワルガーレニングラード道路を占領した。ここまでの師団の損失は大きく戦車の7割を喪失。ここで師団は第4装甲軍の指揮から離れた。9月9日にレニングラード郊外への攻撃が始まり、9月14日に師団は撤退。19日には北方軍集団を離れ中央軍集団の第3装甲軍の指揮下に入り、モスクワを目指すことになる。結果的にモスクワに通じる道路のいくつかを占領できたものの、モスクワを脱出することに失敗。その後地獄の陶器戦を耐え抜き、1942年を迎えることとなる。1942年は大半の期間を中央軍集団の下で過ごし、ソ連軍の苛烈な反撃に耐えることとなる。同年のクリスマスに師団は装備をすべて残し再編成のために西へ移動した。1942年12月25日までに師団は1万6056人もの死傷者を出した。43年4月に師団はギリシャへ移動し、訓練と装備の補充を受けた。10月に再び東部戦線へ戻り、11月中旬にウクライナのジトミールキエフ鉄道線を攻撃しジトミールを奪取。第1 SS 装甲師団と協力しながら43年の終わりまでここを維持することに成功した。44年1月にチェルカシー包囲網を回避するために攻撃。回避に成功し包囲下のドイツ軍の一部を救出することに成功した。その後3月にカームヤネツポジーリシクイにて防衛線に従事。10月にデブレツェンの南にてソ連軍の突破を阻止。その後11月にケチケメイト、ジャズバーニー、ジェンジェジュの西へと撤退。12月にはパラドン湖の南東に投入され、春の目覚め作戦失敗後には第6 SS 装甲軍の撤退を援護。45年4月までに師団はオーストリアへと脱出するためにシュプールアイセンブルク南西のジェノボン地で防衛線に従事。戦争終盤、師団はオーストリアのハルトベルクで戦い、そこからレオーベンを経てリンツの南へ進軍し、アメリカ軍に投降するために西へと向かった。最終的に師団はドイツ国内のバイエルンにてアメリカ軍に降伏。これにより多くの将兵が戦後比較的短期間で解放された。終わり、平定。3分でわかればいい的な第二装甲師団解説始まるよ。このシリーズ全く伸びないからもはや何のために作ってるかわからないね。第二装甲師団は1935年10月15日にエルツブルクの第13軍管区にて設立。アンシュルスに従事し、さらにアステカじゃなくてこの方の花戦争にも従事した。1939年9月1日からポルシカ討伐戦に参加。スロアキアのジャブロンカよりポーラン国内に侵入。ヨルダヌフ、プチム、ミスレニスを経由し、大きな抵抗なくヤロスラフへと向かった。11日から12日にかけて参加は横断、ラワルスカとザモシキに進軍しラワ、ルスカで赤軍と合流。その後スロアキアを経由し撤退した。次の作戦に従事するために1940年初頭には第1装甲師団と同じくアイフェルに移動。1940年5月に、第1装甲師団、第10装甲師団、グロースドイッチュラント歩兵連隊と共に、第19軍団を組み。第10装甲師団が軍団左翼、第1装甲師団が軍団中央、第2装甲師団が軍団右翼を担当した。当軍団はルクセンブルクに侵入しベルギー南部の要塞を破壊。さらにアルデンヌ地方を走破しフランス国内へ侵入。スダンにてムーズ川を渡りマジノ線の延長部分を突破。そこより師団は北進しムーズ川とかより約10日後の5月25日に海岸部のブローニョを占領。トニードもダンケルクから海に追い落とした後に第39軍団に配属され南下。スイス国境まで到達しその後駐屯地に引き上げた。9月28日に第4戦車連隊が第13装甲師団に引き抜かれ、それを第304歩兵連隊によって補った。当然のように戦車の代わりを歩兵にさせるというね。1941年3月にブルガリアに圧力をかけるために師団はルーマニアへ移動。ブルガリアの枢軸国加盟後、マケドニアよりギリシャに侵入。なんやかにあってギリシャが降伏、5月にはアテネに治安部隊として配備され、5月6日に帰国することになり、一部が輸送船によって輸送されることとなったが、2隻がイギリスの機雷によって撃沈され、野戦砲が失われ、5人の将校を含む184人が行方不明となった。帰国後師団はフランスにて占領軍として活動し、9月中旬より中央軍集団に配属されモスクワを目指した。10月中旬にモスクワ郊外の防護陣地を突破したものの赤軍の激しい反撃により11月中旬まで防御線に従事することになる。
11月15日より師団は再び攻撃に移行することとなるが、12月より始まった赤軍の反攻作戦により再び停止。その後師団は42年1月15日までに有夫の風がガーリンズブツォ付戦まで撤退。4月まで同期を維持し、その後後方にて再編され、反撃の余波でルジェフに取り残された赤軍の総統に従事した。その後7月に再び赤軍の攻撃が始まり防衛戦に参加。同期を43年3月まで保持し、赤軍の反攻作戦は失敗に終わった。7月にピタデレ作戦に参加し、クルスクの突出部に攻撃を仕掛けるも作戦は中止され、赤軍の反攻を撃退しながら西へと後退し、44年1月には再編成のためにフランスへ移動した。6月より始まったノルマンディでの一連の戦いに師団は参加し、ファレーズ包囲戦で壊滅的被害を被る。9月6日にジークフリート戦まで後退。その後第5装甲軍の一部としてバルジの戦いに参加する。ムーズ川の東のクストンヌにまで到達したが、それ以上前進することはできなかった。作戦後クネル王に撤退。防衛戦をしながら東へと撤退し、最後は45年5月にプラウエン近郊にて連合軍に降伏した。終わり、平定。なぜか伸びてきたのでまたあげます。まあ単純にネタが切れただけですけど。それでは今回は第3装甲師団です。第3装甲師団は第1、2装甲師団と共に国防軍最初の装甲師団として編成された。前身は騎兵師団でベルリンの南のユンスドルフにて設立された。師団の一部は1号戦車を装備してスペイン内戦に参加したほか、オーストリア併合の際にも師団は派遣された。続くポーランド侵攻では師団は西プロイセンより侵入。ポーランド兵の抵抗を打ち砕き、最終的にブレスト及びブゴダバまで進出。ここでポーランドにおける作戦は終了し、師団はユンスドルフに戻り、そこで1ヶ月ほどの休息を取った。11月初めより師団は西部戦線に移動し、クレイフェルトより出発しオランダ領内に侵入。その後オランダを突き抜けベルギー領に侵入したが、アニューにて強力な連合国軍と遭遇することとなる。敵味方合わせ合計1200両ほどの戦車による大規模戦車戦が繰り広げられ、連合国軍に出血を強いた。ただ完全な無力化には失敗し、連合国軍のダンケルク撤退を許すこととなる。一方でこの攻撃により連合国軍を引きつけている間に、他師団がアルデンヌの突破に成功し、フランスの早期降伏につながることより一概に勝敗を決めることはできない。その後師団はベルギー内の残存フランス軍を総統しフランスに侵入。ソンム川のフランス軍防衛線を突破しセーヌ川まで突き進み、最終的にはフランス軍残党を殲滅しながらアルプスまで到達した。西部戦役終了後、師団から戦車連隊が引き抜かれ、代わりに歩兵連隊をぶち込まれたり、一部の戦車連隊がアフリカに送られたり、潜水戦車を押し付けられたりした。5月に師団はブレストに送られ、第2装甲軍の一部としてソ連領内に侵入。ミンスク、スモレンスク、キエフ、ブリアンスクと多くの戦いに従事し、最終的にモスクワを目指す。しかしモスクワより200キロ地点で師団の進行は停止。12月より始まったソ連軍の反撃により押し戻された。その後師団はハリコフまで後退、ここでソ連軍に多大の損害を与え再び前進した。爆油田を目指しコーカサス地方を突き進むが、第6軍が殲滅されたことによりジョージア手前で引き返すこととなる。多くの損害を被りながらも撤退に成功し、クルスクの戦いに従事。作戦中止後師団は西に後退、途中でチェルカッシーにて包囲された友軍の救助に向かい、なんとか会議に成功し、3分の2の将兵の救助に成功した。攻撃後師団はソ連軍の火器侵攻に対応するためワルシャワに後退。44年12月には高位下のブタペスト兵同士ソ連軍に攻撃するも失敗。続く45年2月の春の目覚め作戦の後、師団はオーストリア領内に撤退。5月8日にアメリカ軍に降伏した。捕虜となった将兵の多くは7月までに解放された。終わり、平定。3分で分かればいいまとな第4装甲師団解説ハッチもあるよ。このシリーズは投稿頻度上げたいけど動画作りたくない時に作られるよ。第4装甲師団は1935年11月10日にドイツ南部のユルツブルクにて設立された。これはアンシュルツに伴ってウィーンに移動した第2装甲師団の代替として設立された。師団が最初に参加した軍事作戦はポーランド侵攻であり、南方軍集団の一員として最初にポーランドへ侵入した師団の一つとなった。しかしながらモクラニテオルイに騎兵旅団の強烈な反撃により戦車50両の損害を出し敗走。さらに民間人に対する戦争犯罪や捕虜の拷問や処刑を行っており、初陣は散々だった。その後第1装甲師団が付近の戦線を突破したことを受け、ポーランド軍は撤退。これにより第4装甲師団も前進し、9月8日にはワルシャワ郊外へ到達。
市内兵幾度も攻撃を仕掛けるが、ポーランドの巧妙な防御陣地に撃退され、ここでも多くの戦車を失う。その後ブズラの戦いに参加し、ここでポーランドに対し決定的な勝利を収める。続く西部戦役では低地諸国へ侵攻し、連合国軍をダンケルクに追い詰め、停戦時にはフランスイタリア国境付近まで進軍していた。その後いつも通り師団新設のために戦車連隊を引き抜かれ、代わりに砲兵大隊で補われ、ソ連侵攻に参加することとなる。東部戦線では先陣を切り65キロもの距離を進軍。その後ミンスク、キエフと大規模な包囲戦に参加し、10月にはオリョールを占領。しかし同月6日に T-34 やカーベイ1などを有するソ連軍の待ち伏せに遭い、多くの戦車を喪失。高射砲や師団砲兵が駆けつけたため、戦線を突破されることは防げたものの、師団の戦闘力は大きく低下した。最終的に師団は保有戦車を50両まで減らし、モスクワまで60キロ地点で停止することとなる。42年中はひたすらオリョール近辺にて防衛戦に従事し、43年にはクルスク戦に参加、その後はベラルーシに撤退。44年には南方軍集団を支援するためにウクライナ北西部に移動。しかしながらバグラチオン作戦により中央軍集団が敗走し、それに伴い撤退。ワルシャワ郊外にてソ連軍装甲車両を300両ほど撃破し、なんとか攻勢を阻止した。戦線が小康状態となったため、北方軍集団を支援すべくリトアニアに派遣されるが、ソ連軍の侵攻により師団は分断され、一部は他師団と共にクールラント半島に閉じ込められ、他の残余部隊は小規模の戦闘団を組織し、赤軍の侵攻に抵抗。しかしながらその多くは記録に残っておらず、最後は明らかになっていない。一方でクールラントに閉じ込められた部隊は他師団とクールラント軍集団を組織し、ソ連軍の攻撃を撃退し、終戦まで戦い抜いた。その後ドイツ本国の降伏に伴い、5月8日にソ連軍に投降。23日までに全ての将兵がソ連軍の捕虜となり、シベリアに送られた。終戦までに師団には騎士鉄十字章を含む鉄十字章が1万8000個ほどが授与され、これは国防軍最多であった。終わり、平定。3分でわかればいい第5装甲師団解説ハッチマールよ。第5装甲師団は1938年11月24日に現在のポーランドにあるオッペルンで設立された。39年3月に師団はチェコの分解に参加。ポルスカ戦が始まる前に現ポーランド南部のラチボルに集結。1日に国境部の要塞を突破し、9日までに約400キロを進軍。その後イスワ川北部を総統し、敗走するポーランド軍を追撃。ポーランド降伏後はドイツ各地を転々とし、40年5月に英軍集団に配属され、ベルギーとアルデンヌを突破。その後はフランス北部の各都市を占領しながら進軍。フランス軍の防衛線を突破し、セーヌ川に到達した。6月19日にはフランス最大の軍港を有するブレストに到達した。停戦後は占領軍としてブレストに留まり、7月初旬にドイツへと戻った。そして当たり前のように新師団創設のために戦車連隊が引っこ抜かれた。その後41年4月にバルカンでの作戦に従事。ユーゴとギリシャを4月末までに蹴散らし、5月には師団の一部がクレタ島攻略に参加。なお政界権が取られている上、漁船で上陸しようとしたため大損害を被った模様。降下傭兵も降下傭兵で大損害を被っており、ドイツ軍の損害は甚大であった。なおイタリアはしれっと上陸を成功させている。グダグダだったクレタが終わった後、師団はベルリン西部で補充を受け、7月には熱帯に対応した装備をするように命令された。ただ9月には中止され、地獄の東部戦線へ送られ、第4装甲軍の一部としてモスクワ攻略に従事した。11月までにはモスクワ防衛線を突破し、12月時点でモスクワ北西50キロ地点に迫った。しかしながらモスクワ目前で赤軍の激しい反撃を受け後退。42年中はモスクワ西方200キロのルジェフ近郊で攻防を繰り返し、戦線を維持した。43年初頭には補給のために後方兵装され、クルスクの戦いに備えることとなる。ただ師団自体はクルスク戦には参加せず、予備軍として後方で待機した。赤軍の反攻後はクルスク北部のオリョール兵同士防衛戦に参加。その後各都市が陥落するにつれ後退し、10月にはドニエプル川まで撤退。44年3月にはベラルーシまで撤退。4月には包囲されたコウェルでドイツ軍を救出するため第4装甲師団と共に攻撃を実施。これらの支援のおかげもあり、 SS 第5装甲師団を中心とした戦闘団が包囲を突破し、包囲下にあったドイツ軍を全て救出することに成功している。このような局地的な勝利もあったが、全体的にはソ連軍が優勢であり、8月にはリトアニア、45年1月には東プロイセンまで撤退。その後リトアニアのクルシューサスに閉じ込められ、師団の一部は海軍に護衛され脱出できたが、大部分がソ連に降伏した。
ちなみにウィキには第5装甲師団は精鋭であり、交戦しないようにという命令があったという記述がある。我々はこの事実を確認すべくソ連軍最高司令部の資料を求めたが、なぜかロシア国防省にアクセスを拒否られた。なんでやろうな。3分でわかればいい第6装甲師団解説ハッチもあるよ。頼むからこんな動画見てないでパンサーシュレックの動画を見て。まあそれはさておき第6装甲師団は39年10月18日に第1軽師団より編成された。一応部隊自体はポーランド戦役に参加しているがこの動画はあくまでも師団解説なので省くよ。別に面倒だから飛ばしてるわけではないよ。師団として編成された後の初戦は西部戦役。5月10日に他師団と共にベルギーを踏み荒らし犬がいそうなフランダース地方へ進出。なんやかんやあって最終的にフランス中部のソーヌに駐屯した。正直言ってフランス戦に参加した師団はどれも同じような動きをしているので個別で取り上げることはほとんどない。フランス戦後師団は特に戦車連隊を取り上げられずに東部戦線に投入された。まあ今までの師団と違い一戦車連隊しかないから取り上げたら名称詐欺になるから仕方がない。話を戻すと師団は北方軍集団に配属され、バルト三国へ進出した。しかし作戦開始2日後、リトアニアにて重戦車を伴う強力なソ連軍による反撃に遭う。ソ連軍が所有する T-34 とカーベイ戦車にドイツ戦車は手も足も出ず、歩兵が手榴弾や梱包爆薬で敵戦車に肉薄するも戦線を突破される。数百両のソ連戦車がドイツ軍後方まで進出するが、翌日に第一装甲師団が救援に駆けつけ、敵戦車と並走しながらエンジンを的確に撃ち抜くなど離れ技で攻撃したほか、師団対空砲や砲兵、他兵科と協力しようやくソ連軍を押し戻した。一連の戦いの結果ソ連軍は700両もの戦車を失ったが、対するドイツ軍も200両の戦車と多数の車両を失った。ちなみにかの有名な街道上の怪物と対峙したのは第6戦車師団である。大損害を被ったもののその後も師団は北進を続け、9月末にはレニングラード郊外まで進出。その後中央軍集団に移されモスクワ攻略に参加。しかし冬季戦で消耗したため再編成のために師団はフランスに移された。42年末に第6軍がスターリングラードに閉じ込められたので師団は救出に駆り出された。その後師団は第3次ハリコフ攻防戦に参加しハリコフを奪還。その後クルスク、第4次ハリコフ攻防戦と大規模な戦いに参加。コルスンにて包囲された友軍を救出するために奮闘するも今度は師団自体が包囲されてしまう。脱出に成功するも師団の装備戦車はわずかパンター2両になってしまう。もはや装甲師団ではない何かになってしまった。さすがにこのままでは戦えないので再編成のためにドイツに送り返された。しかしながら6月にソ連軍の一大攻勢が始まったため即座に前線に送られ、ハンガリー、ポーランド、プロイセンと各地を転々とし、最後の攻勢である春の目覚め作戦に参加。作戦失敗後にウィーンまで撤退、最終的にチェコでアメリカ軍に降伏した。終わり、平定。3分でわかる第7装甲師団解説ハッチもあるよ。おそらく最も有名な装甲師団である。そんな第7装甲師団は第6装甲師団と同様に、10月18日に軽師団から編成された。師団の初陣は西部戦役であり、やはり他師団と同様に定地諸国に侵攻した。ただ他師団と違い、当師団はフランス機甲部隊と幾度も砲火を交え、5月15日には重戦車を伴うフランス第1機甲師団、5月21日にはアラスにて英仏の戦車と戦い、戦車の性能では英仏に劣るものの師団砲兵や高射砲を用いて敵を撃破した。アラスでは多くの戦車を失ったものの、そのままフランス国内を制進。連合国兵のイギリスへの脱出を防ぐため沿岸部の港を次々と制圧し、最終的にはフランス西部のブルターニュ地方まで進出した。停戦後は英本土攻撃に参加するために待機していたが、実施の見込みがなくなるとソ連国境まで移動した。6月から始まった独ソ戦には中央軍集団の一部として参加し、ミンスクやスモレンスクなどの都市にてソ連軍を包囲殲滅し、交通の要所であるブリアンスクの奪取に貢献。その後は首都モスクワを目指し投進した。11月にはモスクワ運河まで到達。しかし12月より赤軍の反撃が始まり、師団は撤退を余儀なくされた。師団はモスクワ戦までに大きな戦果を上げたものの、無視できないほどの損害を被っており、兵員の大部分が冬のロシアの土に消えていた。そのため師団は再編成を兼ねて南フランスにて沿岸防御に従事。その後イタリアと共にEC フランス解体に参加。
作戦後も沿岸防衛に従事し続けたが、43年1月には再び東部戦線に送られ、戦線の維持に努めた。2月には第27装甲師団を吸収し、4月には後方へ移され装備の更新を行った。6月から始まったクルスクの戦いでは第6、19装甲師団と共に進行部隊の側面防御に従事。作戦中止後はハリコフ西方に配備され、ソ連軍の進出に伴い11月にはキエフまで撤退。この際にキエフ北西にてソ連軍の攻勢を食い止めるために他装甲師団と共に阻止に動いたが、大損害を被った。その後師団は北方での攻勢に対応するためリトアニアまで移動。例のメイメルにて防衛線に従事するが包囲されることとなる。歩兵師団が駆けつけ命からがら回路で脱出することはできたが、残存師団のために重装備をすべて残した。迫り来るソ連軍に対応するためにバルト海沿岸で絶望的な防衛線に従事するが、再び包囲されることとなる。この時も回路で脱出することになったが、本国まで戻った兵員はごくわずかであり、まともな戦力がなく予備軍としてベルリン北部に集結。最終的にはさらに西へ撤退し、わずかな残党がベルリン西方でアメリカ軍も惜敗、イギリス軍に降伏した。余談ではあるが第5、6装甲師団と共にフランス戦時に捕虜の処刑に関わった疑惑がある。終わり、平定。3分でわかるかもしれない第8装甲師団解説が8もある。前にシリーズ8回目にしてこのシリーズの目的を。このシリーズはアホみたいに時間がかかる他シリーズが上がるまでの時間稼ぎが目的。なので師団の大まかな進軍ルートを載せるだけで他の情報はほぼないよ。ただリクエストがあった場合しっかりとした解説を作ろうと思うので概要欄のキッタランドにクソリプを送ってね。ちなみにゆっくりは忙しいので8月までこのシリーズ以外上げない予定だよ。悲しいね。緩和9代、第8装甲師団はポーランドがこの世から消えた後、軽戦車を主軸とした軽師団があまり有用でなかったため、4つの軽師団が装甲師団に改編され、その際に第8装甲師団も編成された。改編内容としては戦車連隊が増えたり騎兵が消えたりとより戦車師団らしくなった。そんな師団が初陣を迎えたのは西方戦役。第1装甲軍の一員として道路工事を遂行させ、フランス領内を踏み荒らし連合国軍をダンケルクに追い詰めたり、フランス第1軍と第7軍を壊滅させたりしていた。フランスの本土がなぜかアフリカに移行した後、きな臭くなったバルカン半島の有事に備えるためハンガリー領内に駐在。予想通りユーゴスラビアが反旗を翻したのでこれを引き潰し海戦2週間後にはサラエボまで進軍。ユーゴがバラバラに分割された後師団はオストプロイセンのインスターブルクに向かった。どうして東に向かう必要があるんですか？東方生存権の時間だオラーってことでソ連に侵入し1日で70キロを進軍。これなら余裕だな。師団は引き続き目標であるレニングラードへ向け北進。ちなみに先ほどから気になってる方がいるだろうが、なんでドイツ軍解説なのにソ連戦車がいいんだよ。ソースはどうなってんだソースはと。実はこれらの重戦車は7月5日にオストロフにて露格したもの。本露格戦車は博物館か試験場に送られるが、詳細は不明ながらも一両のカーベイが第8装甲師団によって前線で使用されたことがわかっている。この動画のサムネが当該車両である。な話はさておきレニングラードを包囲しその東のチピンを占領したまでは良かったが、100キロもの戦線を第8装甲師団が防衛するって正気か。幸いソ連がこの方面では攻撃してこなかったものの南の戦線を食い破り、一部の集団が包囲され、その中にこのチャンネルで解説したホルムも含まれていた。これを受け師団はホルムの会に参加し流軍を救出、その後はしばらくホルム南方で防衛に努めていた。42年の冬、スモレンスク北方100キロに位置するエリーキへ、ルーキにて約2万のドイツ兵が包囲された。そして余計なことに誰かさんがこの都市を要塞都市宣言し、包囲下の軍による突破を禁止した。しかし当初ドイツ軍は前年にホルムとデミアンスクにて成功を収めていたため、楽観的であった。あのスターリングラードで米軍集団の30万人の将兵が包囲されているんですけど大丈夫ですかね？結果から言うと会議は失敗、第8装甲師団は1000人以上もの死傷者を出し、市内まで4キロの地点までたどり着けたがそこまでであった。数個の小集団を助け出せたものの守備隊の大半は降伏した。師団は41年冬からほぼまともな補給を受けていないのでここで後方へ送られ、再編成された。その後師団はしばらくパルチザンの掃討に従事。クルスクに対する攻撃が発動されるとこれに従事しその後オヨール防衛にも参加。
マンシュタイン元帥のおかげもあり戦線は一時安定したが即座にソ連軍が攻撃を仕掛け、キエフなどを失ったこともあり師団はポーランドまでの後退を余儀なくされた。この際キエフ西方400キロのブロディで数師団が包囲され、現地で再編成を行ってた師団が即座に反撃するが、これも失敗しそのまま後退、44年末にはハンガリーはブダペストにて交戦していた。その後チェコに撤退したことから包囲下にはいなかったと考えられる。しかし師団の命運はここで尽きることとなる、一時奇跡的に赤軍の進軍を止めることができたが、4月初めにプラハ東方200キロのオルミャツにて師団は完全に壊滅。わずかな生き残りがブルノまで敗走し、アメリカ軍に降伏した。ということで今回はここまで。さようなら。いやーゆっくりだよ。ってことで3分でわかるかもしれない第9装甲師団解説を始めるよ。第9装甲師団は1940年1月3日に第4軽師団より編成された。軽師団ってなんだよお前の嫁かと思うかもしれないがとりあえず今は軽戦車を主軸とした師団って思ってほしい。西部兵の進撃が開始すると師団は5月初めに定地諸国兵突方侵入。抵抗勢力をすべて引き潰しながら紅茶玉ねぎをダンケルク兵と追い詰めるが、誰かさんの思惑でここで停止命令を食らってミスミスとエース兵を逃がしてしまう。まあ国を捨てて逃げた奴なんか脅威にならないから平気平気。進撃再開後はソンム川沿いのフランス軍防衛線を突破しオルレアン、ボアケーと南進。停戦合意時には師団はボルドー東方のブランヌにいた。カール・マルテルもまさか南でなく東からポテトを投げつけながら蛮族が来るとは思ってなかろう。41年3月には師団はブルガリアに移動。3月にユーゴスラビアでクーデターが起きたため偶然近くにいた同師団を含めた枢軸軍が攻撃を開始。10日で国王は海外逃亡、ユーゴは爆散した。よしイギリスに手を出せないからこのままソ連をぶちのめすぞってことで6月にソ連兵侵入。キエフを包囲し数十万のイワンを捕虜にした後中央軍集団に配属されモスクワを目指すことに。交通の要所であるブリアンスクを包囲していたが、ナーゼーカー肝心の都市がたった1個戦闘弾で陥落。第9師団の出番が消えたのでさらに突進しクルスクを占領。しかし冬の到来もあり進撃はここで停止、師団はクルスク東方の七栗で赤軍の猛攻に耐えることとなる。42年に入り南方軍集団は爆油田を目指し突進するが中央軍集団は積極的な攻勢を行わない予定であった。ただ誰かさんの命令により5個装甲師団を中心とした攻勢作戦が実行され、これはソ連軍の頑強な抵抗もあり失敗、多くの戦車を失い誰かさんはこれに対しボロクソ言っていた。まあその数ヶ月後に数十万の将兵を失うことになるんだが、北方のルジェフにおいて赤軍の反攻作戦が実施されこれに対応するため師団は北兵道。43年初頭には激しい防衛戦が繰り返され、消耗した師団は再編成のため後方へと送られた。北デレ作戦が実施されると当師団も参加したが大損害を負いこれ以降は西へとひたすら撤退することとなる。この最中に一個戦車大隊を指揮するバウアー隊がオヨール近郊において、ドイツ軍側面の突破を図る赤軍を迎撃し1両の戦車を失うことなく29両の戦車をほふり、完全な勝利を収めた。まあどうせ別の場所で突破されるが。それはそうと44年1月には師団保有の戦車は13両、ほんまに装甲師団かこれ。ってことで再編成のために師団はフランスに移動、ここで新型のパンターを含む戦車を受領し戦力を補充した。ノルマンディ上陸を受け迎撃に向かうも包囲された上に空爆されその装備のほとんどを失った。東へと空爆されながら撤退し補充を受け、44年12月にはバルジの戦いに参加。作戦が失敗し撤退しようとするが誰かさんが死守命令を出したせいで大損害を被る。その後連合国軍のライン側とかを阻止するためにケルン近郊で防衛。師団長が戦死するなど激しい戦闘の末、師団の人員はわずか600人にまで低下し保有戦車もわずか15両であった。もはや師団に戦闘力はなく、その大半がルールポケットに押し込まれた。わずかな生き残りも4月26日に師団が解放されたことを受け、他師団への吸収された。終わり、平定。ゆっくりによるゆっくりの第10装甲師団解説ハッチマールよ。ワンクールアニメだとテコ入れ会がないとまずいところだが省エネシリーズにテコ入れもクソもないよ。というかそもそも師団数からしてワンクールどころが4クールあるからそういうことだよ。それはそうとこの師団は今までの師団と異なり色々と面白いところがあるから我慢してみてね。第10装甲師団は39年4月1日、チェコスのプラハにて編成された。
主な構成人員は自動車化師団からパクってきたのと第8装甲師団を編成した際の第3軽師団の残りカスであった。9月に第 NG ポルスカ分割競争が始まると師団も前線に借り出された。戦車配備されてないのに前線に借り出されるって正気か。さすがに上層部もそこまでバカじゃないようで師団は主に予備として作戦に従事していた。40年初頭にようやく編成が終了し、2個装甲連隊を備えるしっかりとした装甲師団となっていた。ってことで早速実戦投入、フランスなんざ今まで9回も滅んでるんで省略。ボリシェビキが目障りなのでぶん殴ろうということで今度は東へ。師団は中央軍集団の一員としてモスクワを目指すことに。ミンスク、スモレンスクと次々に大都市が陥落、こりゃクリスマスまでにモスクワも落ちるな。あかん、10月だけで稼働戦車が77両も消し飛んだ。しかも補給なしでこの冬を乗り切れってマジ。もはや師団かどうか怪しいくらい損害を受けたが再編成のためにフランスへ。しかしここで連合国が北アフリカに上陸、怖いかに。ってことでこれに対応するために師団は大急ぎで援軍としてアフリカへ。ちなみに補給船って確保されてる、あされてない、あっはい。すでにこの時点でアフリカ軍団はチュニジアに追い詰められていたが、局地的な反撃を実施、連合国軍に損害を強いたが決定的な勝利とはならなかった。そして連合国軍にじりじりと追い詰められ、補給も受けられなかったことから、ドイツアフリカ軍団は43年5月に降伏、その中に第10装甲師団も含まれていた。6月30日に師団は正式に解散され、再建されることはなかった。さて、ここからは完全に余談ではあるが、ヒトラー暗殺の実行犯であるクラウス・フォン・シュタウフェンベルクは第10装甲師団の所属であった。彼は師団が降伏する1ヶ月前に負傷し、ドイツ本国に拘束されたが、彼の上司が反ヒトラー派であるのに加え、44年にノルマンディに連合国軍が上陸したこともあり、連合国との停戦を行うことによって東部戦線に注力できると考え、そのためにはヒトラーを排除する必要があった。まあ皆さんご存知の通り作戦は失敗し関連した人物は皆裁かれたが、この中にはかつて第10装甲師団に所属していた人物も多数いた。もはや何の解説だかわからないがここで終わりにしよう。さようなら。